んばんは、ひろかる。ヤオコーに行ってきまして、恵方巻き買ってきました。ホタテと生サーモンとクリームチーズの海鮮巻きというものを買ってきました。中身はこんな感じ。結構ね、海鮮巻きでも本当3種類ぐらいあって、もっとあるのかな、ちょっととりあえず9種類もあるんですよね、恵方巻きが。最初これ買う予定なかったんですけど、実際見てみて、あ、これが食べたいなと思ったんでこれにしました。最近ハマってるヤオコーの唐揚げ、いろいろ塩とかノーマルのやつあるんですけど、どれも美味しいです。はい、でほろ酔いの柚子新発売、これで今日は夕飯にしたいと思います。もうね、7時54分なんですよね。でですね、切符を向いて黙って食べるのが恵方巻きなんですが、普通に食べたいと思います。普通に美味しい太巻きを食べるっていう感じで食べたいと思います。どどん。ちなみにこちら、ハーフ半分っていうサイズで、お値段税込みで734円でした。結構しますよね、このサイズで730円。まあ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 だと思います。一応ね、どんな感じなのか知ってから食べた方が美味しいと思うので、まずヤオコーの今年の恵方巻きのラインナップ、ちょっとね光の関係で見づらいんですけど、まずマグロがうまい、これが一番高いやつなんですけど、極み海鮮巻き2580円。あ、予約限定なんだ。これは確かに店頭にありませんでした。で、私が買ったのがこちら、ホタテの甘みとクリームチーズが絶妙にマッチ、これですね。これをこれから食べます。1本だと1360円です。次、シャリより具が多い海鮮巻き、最初はこれを買おうかなと思ったんですけど、こっちね、こっち。でも実際見てみて、なんか惹かれなかったんですよね。私はなんかこのホタテに惹かれちゃって、今回はこのホタテと生サーモンにしました。で、人気の海鮮7種巻き、これがオーソドックスなのかな、この下のやつ。これはハーフ780円。違う、これが安いですね。1本780円、ハーフで390円。これ確か店頭で見ました。でもなんかこれを見た後にこれを見ると、うーんってなるんですよね。あとね、エビアボカドサラダ巻き、この薄焼き卵で巻いてあるやつ、ちょっと全然見えてないかもしれないですけど、3種類が入ったこのセットもあったんですよね。これも気になったんですけど、さすがに1人でこの3本はちょっとと思いまして。はい、でもお腹空いて本当にグーグーなんで、どうしようかな、先にこれいこうかな。ほろ酔い柚子、これは混ぜなくてもいいのかな。冬にほっと心が和むような優しい味わいに仕上げました。求めてる。1週間お疲れ様でした。うん、思った通りの味、これ美味しいです。すっごい柚子。はい、いきます。特に恵方を向いて黙って食べるとかはないです。普通に食べます。切ろっか、切ります。本当はね、かぶりつく方が恵方巻きっぽいんですけど、こう持ってね、一応やろうか、一応やります。北北西ですよね、北北西。すごい香ばしそうなんですよね。でもすごい美味しそう。いただきます。クリームチーズがもう速攻喋ってるんですけど、クリームチーズが合う。ちょっともうこのままいっちゃいます。あとこれ太いと思ったけど、この持って食べる分にはちょうどいい
サイズですね、ハーフ。うん。うん。サーモンとクリームチーズが本当に合いますね。キリみたいなクリームチーズ入ってます。で、ホタテとキュウリと卵と、とびっこっていうんですか、つぶつぶとイクラと、シソの葉が入ってます。サーモンとクリームチーズが本当特別よく合います。うん。でね、唐揚げ。ちなみに今日買ったのはなんか生姜って書いてあります。うん。なんか唐揚げってなんかちょっと嫌な皮っていうか油なところあるじゃないですか、筋みたいな。あれがなくて、あとなんかさっぱりした感じがするんですよね。唐揚げなんですけど、で味が染み込んでる感じがします。ギトギトしてる感じじゃなくて、もう味がついてるって感じ。うん。生姜香る21世紀の鶏唐揚げ。21世紀の鶏っていう品種がいるのかな。うん、美味しいです。美味しい。はい。というわけで、ヤオコーの恵方巻き、クリームチーズがサーモンとよく合ってました。以上です。ごちそうさまでした。